では次 NF ですね。NF の結婚の役割というのは、はい、ソウルメイトだと、魂だと、はい、アイデアリストが配偶者に望むのはソウルメイトであり、自分の気持ちを伝えなくても理解してくれ、自発的に愛情を表現し、相手の独自のアイデンティティを認める言葉を使ってくれる配偶者ですと。アイデアリストは結婚関係を深く意味のあるもの、はい、と希望しています、うん、他のタイプはこれよりもずっと控えめなもので満足しますと。例えばガーディアンはヘルプメイトであっても構わないと思うかもしれませんが、アイデアリストの配偶者に同じことを求めないかもしれませんと。一方でアーティザン SP はプレイメイトであることを好み、アイデアリストが言う深い意味のある関係、深く意味のあるものという関係が一体何を指しているのか疑問に思うことがあります君は何を言ってるのだと、はい、そんな感じ、そんな感じ、わかります。違う、深く感じてほしいんですよ、はい、分かってほしい、はい、一つなんだと。分かりますこれ。分かりませんっていうことなんですよね、はいはいはい。そしてレーショナル NT は自分の意識を配偶者と共有したいと考え、ソウルメイトよりもマインドメイトであることを望みますと。この深い関係についてはまた別の章で取り上げますと。ここではアイデアリストが配偶者に求めるものはごめんなさい、アイデアリストが配偶者に求めているものは、多くの配偶者たちはそれを理解せず、どのように提供するかもわからないと思っています。はい、君が何を思ってるのかわからないってそれ何をしたらいいのって話ですもんね。そうですね、はい、違うんだと、はい、俺たちは一つなんだと、はい、分かってほしい、まあ、分かった分かったと、それ僕は何をしたらいいのみたいな話じゃないですか。何をしたいって言ってるわけじゃないんだよとだから多分分かってないですよっていうことなんでしょうね、はい、はい。で次、親としての NF ザ・ハーモナイザー・ペアレント。 NF アイデアリストの親は主に子供たちの自己イメージに関心を持っており、子供たちが、要は子供たちが自分自身のことをどのように見ているか、または他者にどのように見られているかを知るために、自分たちと子供たちの調和を強化する努力を惜しみませんと。 NF の親は子供たちとの結びつきを強化し、成人になっても子供たちと密接に結びついた状態を維持したいと考えています。調和は手段であり、肯定的な自己イメージがその目的ですと。ここで自己イメージの構成要素を思い出すことは重要です。まず自尊心があり、次に、自尊感情なんですかね。そして自信があります。アイデアリストの親は、それらの点すべてで子供たちが成長するように奨励します。ガーディアン SP やレーショナル NT の親が重視する礼儀正しさ、個性っていうのは、アイデアリストの親はその場合は後回しにしますと。これはそれらの概念に無関心なわけではなく、ただガーディアン SJ や NT が言う礼儀正しさや個性っていうのは、健康で自己イメージがいいっていうその成長にそれらはついてくると思っているからだと、うんうん、礼儀正しさとか、はいはいはい、個性っていうのは、はいはい、いや自己イメージが良くて健康であればもうこれはついてくるんだと、はいはい、っていうふうにこの人たちは考えている、はいはい、でまたアーティザンが子供たちに言う冒険については、アイデアリストはそれに時間を割こうとしませんと、はい、あまり無関心それについては、はいはい、もし出てこない場合は、まあ、気にせず通りの良い状態に任せる傾向がありますと。どっちでもいいよと、はいはい、今これ読んでてね、はい、あーっと思ったのが、はい、これやっぱり
親とのぶつかりっていうのはやっぱタイプの違いだなって今ちょっと思いましたけどね、うんうんうん、いや親がその礼儀正しくしとけと、はいはいはい、うんうん、要は社会の中でいい子であれってギューってやられても、うんはい、子供がそこに無関心であれば、はい、苦しいって思うだろうなって今、まあ、そうですね、暴転しろって言われてもいやいや僕はやりたくないんだよって失敗が大切なんだみたいな、いや嫌な痛いの嫌なんですって、はい、っていうのは今ちょっと読みながらあの SJ の親との生活を今、はい、あってはいはい、そりゃお前らの目の中では俺はできん子だったけどよって、うん、求めてるものが違いますもんねっていうことなんだなと思いました、はい、で今僕は娘たちには、はい、その自己イメージを大切にしてよってやってるけど、やってそのずっと僕とは友達でいようねみたいな付き合い方をしてるんですけど、はいはい、どう思われてるかはちょっと分かんないですね。そうタイプによるって話ですね。タイプによるって話ですね、はい、で、リーダーとしての NF は、はい、ザ・カタリスト・リーダーと書いてあるんですね。でちょっとこのカタリスト、英語で CATALYST を調べたところ、はい、何かを引き起こす要素や変化を促進する物質や人物を指す言葉だと。一般的には反応を加速させたり新しい状態を生み出したりする役割を果たす人って書いてありました、はい、がカタリストで、アイデアリストのリーダーシップスタイルは他の気質とはかなり異なりますと。なぜならアイデアリストは NF はカタリストであり部下を協力的な行動に結集させ高い士気を維持するという独自の能力を持つファシリテーターモチベーターとして行動するからだと。アイデアリストは人間関係において非個人的でいることができないためリーダーシップのポジションにいる場合彼らは個人的な方法でリードすることを強いられます。アイデアリストにとって全ての部下は、知っておりその追跡しなければならない個々の人物だと。あ、部下のことを知っていて部下が何やってるかっていうのを目に置いていきたいってことが書いてあるんですね。この人たちはどういう人だみたいなことじゃないですか。この人はこういう人で、はい、そういうことですね。ある意味で彼らはオペレーションを指揮する際に無個人的であることへの傾向、おそらくは能力不足が問題を複雑にする可能性があります。はい残念な結果でしたね今NF は能力不足が問題を複雑にする可能性があると、はい、特に企業を管理する際に多くの個人と関わる場合はそうです。この、まあ、能力に着目しないって話ですよね。だからそこに能力不足が生まれてくるって意味じゃないですか。人の気持ちとかばっかり配慮してるみたいな、そこをもうちょっと能力のところに注視した方がいいんじゃないのっていう。この人の能力が不足だって言ってるわけではなく、人を追いすぎて、はい、そうするとまあ組織だと能力が足りなくなるわけじゃないですか。この人の能力が足りないとかだったらいいけど、まあ多分そういう感じでもないですね。頑張ってるんですよこの子。はい。でそういう感じじゃないですか。っていうことなんでしょうね。はい、カタリティックリーダーシップは難しく定義でき、まあ、説明するのは難しいのでちょっとまた別の章で紹介するが、ここで注意すべきは部下の良い感情が彼らの主要な関心事であるため、あ、要は部下が気持ちよく仕事をすることが大事だ、はいはい、うんうん、でそこに力を注いでるって感じですか。そこまで甘くないと思うけどなのでアイデアリストのリーダーシップが他の気質とは、際立って異なりますと。すみません、ちょっと私の読解力が甘くてすいませんでした。なるほどね、そういうことなんですね。アイデアリストは大正時代の旧制高校ロマン的な教養主義者ですねと。あ、なんで、うん、あの三島由紀夫がそうだなって思ってます、うん、NF はロマンチックな家庭生活を望んでそうと。わかります。 SJNT 体格的に見られますが
NF の視点では共通でしょうかと。この四角のやつ。はいはい。NF の視点では共通でしょうか。まあ NF も対立してるように見えたって話じゃないですか。SJ に親の話とか。ああ、まあ、はい、それはぶつかりますよね。うん、親の呪縛ありますよね。SP の母は社会からはみ出せがモットーでしたと。はい。ああ、人の言うことは聞くなと。ああ、素晴らしいじゃないですか。僕はでも聞くなではないですけどね。とは言われてない。言わないし。ああ、はい。好きなことをやれですよね。はい。はい。それがまあルールに従ってるんだったらそのルールに従ってればいいし。なるほど。でもなんか、はい、逆向いた方が先頭だよっていうのはあるじゃないですか。じゃあやりたいことをやれですよ。先頭に行きたいならそれやればいいし。なるほど、はい、出し抜けとは言わないんです、ね、出し抜けではなくてやりたいことをやれなんですよね。なるほど、はい。カタリストは触媒ですねと。いわゆる人間関係の潤滑油といった感じかもしれないと、うん、潤滑油ね、なんか面接でよく言うやつですよね。